寄付法は楽譜を書くための一定の規則を言う。現在最も一般的な水平に引かれた5本の線を用いる寄付法である。配置された各種の音符は5本の水平線によって音高が相対的に示される。垂直線は普通小節線だけであり、水平線のようには細かく書かれないので音符や休符を順次並べ、それの持つ音下によって時間要素を示す。 音声を絶対的に表すために普通音符記号を5000の左端などに置く。また、蝶を示し、その蝶の表記に便利なように音符記号の G に調合を置くことが多い。表紙記号はその次に置かれる。これらは5000の途中で変わるときには、そこに置かれる。音声の小さな半音単位の変化を示すためには、臨時記号を音符の左に置く。音楽の要素は、 音高と時間の2要素ではないし、この2要素ですら五線と音符だけでは十分に表しきれないので、様々な補助的な記号を用いる。それらは演奏記号と総称するのが普通である。演奏記号には文字を用いて言葉によって示すものと、それ以外のマークやシンボルによるものとがある。声楽曲では歌詞が加えられる。また、合奏練習などのために、 練習番号、小説番号といった楽譜上の位置を知るための記号を加えることがある。これらの記号は音符のかまたは上に書かれる。クラバールスクリボで書いたエリーゼのためにの冒頭五千寄付法は全音階の楽曲に適した寄付法であり、十二音音楽のような現代音楽の寄付には適さない。このため様々な寄付法が考案された。 五千寄付法に慣れた演奏者たちにとって、それらは五千寄付法にとって変わるものとはなり得なかったが、それらの中でも最も成功したと言えるものである。五千寄付法は横軸に時間を、縦軸に音高を取るが、この寄付法では縦軸に時間を、横軸に音高を取る。五千の各線に相当する線は縦線で書かれ、二本、三本がまとめて書かれ、繰り返される。これらの線は、 ピアノの国権を表す。国権の音は線上に音符を書く。発見の音は線のないところに音符を書く。例えば、ハシー音は2本まとめて書かれた線の左の線の左に接して書かれる。密集和音を見やすくするために、発見の音は踏み木と踏みを音符の上に、国権の音は踏み木と踏みを下に書く。また、音の長さは次の音符か。 定式号で表されるために体は不要となる。だがこの方法は音程に合わせて線の幅が五線譜よりも広くなり、下線が増えるなど目に負担をかけてしまうことピアノを前提として作られているために他の楽器には適合しないことという欠点がある。博士は生命の寄付法である。漢字で書かれた歌詞の一時一時の周りにその節回しを屈折した。 直線ないし曲線で書くもので、線は歌詞の近くから始まり、時間を追うごとにだんだん遠ざかる。おおむね、線の角度が音の高さを示す。三味線や琴の楽譜は、一般に楽器の演奏の仕方を書き記したタブラジアに分類される楽譜で書かれる。弦名や感所名、双方、口三味線などの消化によって示される。 ごく簡単な例は、例えば、忍映画区参照。現代音楽などで五線による寄付法が不可能な場合によく用いられる。例としては、ブソッティなどの書作品、アレックス・エケルトの作品、ペーター・ホッホの作品、モートン・フェルドマンの書作品、ケージ・シュトックハウゼンの7つの日々から、ミハエル・フェッターの書作品、アネスティス・ロコテティスなどが挙げられる。いずれも五線のような、 正確な演奏は望めなく、おおよそである、即興音楽的な性格がとても強い。また、白節がない分、クロノメトリカルな白の表現に適している。ありがとうございます。